ニュースはやや柔らかいニュースでですね <laughs>、えー、今話題になっている松井和夫さんの事件ですね。えー、これはですね、そ後少し発展いたしまして、まあ、昨日のニュースによるとですね、えー、と俳優の船越英一郎さん、まあ、この人は57歳ですから、松井さんが60歳ですから、まあ3歳年上の夫婦、姉さんに女房ということになりますね。まあ、今、姉さんに女房なんてこともないんでしょうけど、<laughs> えー、そこの松船越さんが所属するホリプロですね。 まあ伝統的なホリプロがですねえと松井和代さんに対してえ名誉毀損とそれから何かでですね業務妨害でですね裁判所に仮処分申請をしましてえと松井さんがですねこれ以上 <laughs> その夫婦の中を拡散のことを拡散するなというのを裁判所に提出しまして裁判所はそれ受理しましたので。 今後裁判所がですね松井克洋さんに対して「えー、あんまりックロスのやめろと」と <laughs> 言われたら <laughs> 失礼しました辞、えー、めなきゃいけないでしょうね、まあ、当然かもしれませんね、えー、船越さんはあ、まあ、仕事をなさってる、まあ、松井さんも仕事なさってるんですか松井さんとも23回一緒にテレビ出ましたけれどもなかなか明るくて活発で <laughs> お金儲けもうまいし松井坊なんていうですね生活に密着した発明なんかもされててですね僕は松井さん自身は悪い感じを持ちませんでしたねそれから今度のことを女性に聞きますとですね女性の多くがあれはまだ松井さんが船越さんに未練があるからよと、まあ、いうふうに言う女性が多いですね <laughs> 失礼しました えとまあ、そういうとこから言ってこれはあの男女の関係であり夫婦の関係でありですねいろいろなんですけど一方ではまあ船越さんとしては、まあ、もしくはホリプロとしてはですね、まあ、業務妨害、まあ、著しいでしょうね <laughs> っていうのはあのまあ、えー、誰でもそうですけどまあまあちゃんとした仕事をやって、まあ、しゃちゃんとした仕事じゃなくてもですよちょっとアウトローみたいな人以外でしたらですねやっぱり夫婦の片方がですね バイアグラを飲んでどうのこうのなんて言われたらですねそれはまあ夫婦間のいわば姫事ですからねまあ人間には姫事っていうのがあってまあ姫事を暴露するっていうのはやっぱりちょっとですねやっぱりまずいわけですねえまあそういう点では私もあの業務妨害かなと名誉毀損の方はちょっとなかなか難しいんですけども少なくとも業務妨害であることは間違いないなとまあいうふうに思うんですね。 だけど私はですね実はあの、まあ、テレビなんかに出てましてね、まあ、こういった松井さんのことなんかを放送松井さんのことなんかをですね放送することがある、まあ、コメント言ったりすることがあるんですけれども、まあ、確かに従来の井戸端会議で言ってたことですから井戸端がネットになっただけなのでまああの長屋全体に広まるか日本全体に広まるかってことですから ままあああ類似な感じではあるんです、ね、えっ、ー、とそれは長屋全体に広まるのとそれから日本全体に広まるのとは影響力が違うじゃないかって言ってもですね江戸時代なんかは長屋もしくはその周辺が世界全体ですからねだから長屋全体に広まってしまったらもう俺の仕事はできねえなんていう場合もあるわけで、えー、まあネットと長屋と何が違うのかっていうこともこの際ちょっと考えなきゃいけないわけですね。 ネットでで人人のことを罵倒すするるがいるんですね私もそういうことがありました、えー、どっか瀬戸内海の島の方の人がですねこれはあの役人でしたんですけどね、えー、私のことをものすごく批判しましてね私ちょっと誤解してんじゃないかと思って直接その人に電話したことがありました今度その人が私の大学の方に電話してやめさせろと言ったかどうか分かんないんですけどまあかなり激しい口調で、えー、大学の職員に食ってかかったらしいんですけども まあこういったことを一応考えるとですね業務妨害とか名誉毀損ということになるわけですねですから自由な発言っていうのは制限があって相手の名誉を毀損したり相手の業務を妨害したりしたらダメなんですよね私が実は NHK とか東大とかそういうのに絞って、えー、クレームをしてるのはですね相手が強い存在だからなんですねあの相手がですね対等もしくはやや弱い相手をですね やるといいけないんですね例えば「週刊誌」が一個人を攻撃するっていうのはもう絶対にやっちゃいけないわけで <laughs> いけないんですよね、まあ。ベッキーさんの時はそうでしたね。多くの人は「週刊文春」を支持して <laughs> ベッキーさんの不倫を報道するのがまあ正しいというかそういう態度を取ったわけですね。今度も松井和代さんのブログをですね非常に拡散して、まあ、あの一説によると地上波で30時間以上もやったって言うんですね。 それが適切かかどう,かっていうことこですねベッキーさんの時は、まあ、完全な不倫っていうか今度は夫婦の破綻ですけどもあの時は確か妻を持ってる男と独身女性の不倫だったと思うんですけども私はその時コメント求められて「全然私は興味ありません」「コメントありません」って言ったんですね、えー、実はあの私の世代ですね、えー、戦後すぐとか戦中とかそういう世代はです、ね、男がですね 大体いい不倫とか、夫婦愛中の破綻なんかを話題にする事態が軽蔑されたんですよ。それは女のすることだと。まあ今女のすることだなん言ったら、まあ、そこで男女同権で批判されるんですけどね。だけど今度、その女のすることだということを言われないように女性の方もしなきゃいけないなと思ったのはですね、今度は明るみに出るのと前後して、北朝鮮で ICBM の打ち上げがありました。で、私なんかはもちろん、その ICBM の打ち上げの方が、 興味もあるるし重大な事件だと思ってるんですよ実は本当に <laughs> やっぱり ICBM が打ち上げられてまあ日本に落下してくると日本で大勢の人が死ぬとやっぱ子供を守るという点では ICBM がどういう飛び方をしたかとかどのくらい技術かっていうことは日本の親としてはどうしても知っとく必要があるっていうのがまあ僕の考えなんですねで松井和代さんの事件も全然その無視していいってわけじゃないんですが。 まあ松井一代さんの話まで行くのに北朝鮮のミサイルがありトランプ大統領があり G20 がありえ中国の挙動がありえ北朝鮮の韓国のですね政治が大統領政治がありえまあ加瀬学園とかまあそういった問題がいっぱい国内問題がありそれを全部終わった最後ぐらいにですねまあ夫婦の問題としてまあ松井一代さんのことちょっと触れてもいいなっていう感じはしないでもないわけですね。 ところが、まあ、これは前回お話ししてましたようにテレビというものが発達したということこれはまあ画期的にいいことなんですけども悪い面があるとそれは現実ととを分からなくしてしてまうっていういことですねそれからもう一つは女性の解放これはものすごくいいともうそれはもう女性もちろん私もパートナーとして女性がいた方がそんなもうそれは素晴らしいだけども女性がですね社会に進出してるのに 松井和さんんじゃどううかなと思うんですよね <laughs> やっぱりあのわ私たちとパートナーの、えー、女性としてはですねまず女性には聞かなきゃいけないですねあなたは松井さんの話に興味あるんですけど私は ICBM なんですがどっちが社会で重要なんでしょうかっていうと多分女性は松井和夫さんの方が重要よって言うでしょうね、えー、まあ我々は毎日毎日が生活ですからむしろ松,松井和夫さんの事件の方が ICBM より重要かもしれませんね松井和代さんの夫がバイアグラを飲んだかどうか <laughs> 僕はですねちょっとこれこれはちょっと悲鳴事じゃないかと思うんですけどね夫婦の間で昨日セックスがありましたかなんてことを露骨に聞くのはちょっとどうかなと <laughs> まあいうふうに私なんかの感覚ではそう思うんですけど <laughs> 違うかもしれませんね <laughs>。でもベッキンさんのこともまあ社会道徳ですから悪いっちゃ悪いんですけど。 まあ、たまにはですねそういうこともあるこれもまあ社会の秘め事の一つまあ周りの人は苦しんだりそれからあいつはどうも女癖が悪いから、まあ、付き合うのやめようやっていうのはいいけどまあ週刊誌全国週刊誌が大々的に報道しそれを各局地上局が追従してですね事件を拡大して一人の女性を奈落の底に叩き落とすっていうことがいいのかどうかと。 まあいううこととちちょっと考えちゃうんですね、えーとまあ、あの私は今ちょうど考えてるとこなんですね。えー、テレビに出てますとですね、まあ、どうしても視聴率優先ですから、まあ、それを放送することが社会的に、まあ、だけどテレビが社会的にいいことかどうか判断するっていうのもちょっと問題なんですけどもかといってですね人の名を毀損に相当される、まあ、業務妨害に相当されるようなことをですね 拡散していいのかなというふうにはちょっと思いますね。まあ、スタッフ裁判の時のおぼかさんもそうだったんですけども、やはりマスコミの行き過ぎではないかというふうに思います。まあ、松井さん自身はものすごくエネルギッシュなんですよ、この人。もう超エネルギッシュなんですね。発明もするわ、お金も儲けるわ。もう何でもかんでもバンバンやると。まあ、それで今度のことも松井さんのこのブログとか動画ってうのはうまかったですね。世間が注目するように。まあ 言ってみればちょっと言葉悪いんですけど仕組んでやったった感じがしますねだけどもそれに巻き込まれる社会テレビを見る女性というのは業務妨害はいいのかと業務妨害法上助 <laughs> になるんですけどね業務妨害法上助はいいのかと本当に女性それでいいですかっていう感じをちょっといたしました。本当に やっぱり ICBM が打ち上げられて、まあ、日本に落下してくると、まあ、日本で大勢の人が死ぬとやっぱ子供を守るという点では ICBM がどういう飛び方をしたかとかどのくらい技術かっていうことは日本の親としてはどうしても知っとく必要があるっていうのが、まあ、僕の考えなんですね。で松井和代さんの事件も全然その無視していいっうわけじゃないんですがまあ松井和代さんの話まで行くのに北朝鮮のミサイルがあり トランプ大統領があり G20 があり、えー、中国の挙動があり、えー、北朝鮮の韓国のです、ね、政治が大統領政治があり、えーまあ、加瀬学園とか、まあ、そういった問題がいっぱい国内問題がありそれを全部終わった最後ぐらいにですね、まあ、夫婦の問題として、まあ、松井改造さんのことをちょっと触れてもいいなっていう感じはしないでもないですね。とこころが、まあ、これは前回話ししてましたように テレビというものが発達したということ、これはまあ画期的にいいことなんですけども、悪い面があると。それは、現実と架空を分からなくしてしまうということですね。それからもう一つは、女性の解放、これはものすごくいいと。もうそれはもう、女性、もちろん私もパートナーとして、女性がいた方が、そんな、もうそれは素晴らしい。だけども、女性がですね、社会に進出してるのに、松井和代さんじゃどうかなと思うんですね。<laughs> やっぱり あのわ私たちとパートナーの、えー、女性としてはですねまず女性には聞かなきゃいけないですねあなたは松井さんの話に興味あるんですけど私は ICBM なんですがどっちが社会で重要なんでしょうかっていうと多分女性は松井和代さんの方が重要よって言うでしょうねえー、まあ我々は毎日毎日が生活ですからむしろ松,松井和代さんの事件の方が ICBM より重要かもしれませんね松井和代さんの夫がバイアグラを飲んだかどうか <laughs> 僕はですね、ちょっとこれ、これはちょっと悲鳴事じゃないかと思うんですけどね、夫婦の間で昨日セックスがありましたかなんてこと露骨に聞くのは、ちょっとどうかなと <laughs> まあいうふうに私なんかの感覚ではそう思うんですけど <laughs>、違うかもしれませんね <laughs>。で、まあ、ベッキンさんのことも、まあ、社会道徳ですから、悪いっちゃ悪いんですけど、まあ、たまにはですね、そういうこともある。これもまあ、社会の悲鳴事の一つ。まあ、周りの人は、まあ、苦しんだり、 それから「あいつはどうも女癖が悪いからまあ付き合うのやめようや」っていうのはいいけどまあ週刊誌全国週刊誌が大々的に報道しそれをえと各局地上局がえ追従してですね事件を拡大して一人の女性を奈落の底に叩き落とすっていうことがいいのかどうかとまあいうことをちょっと考えちゃうんですね。えとまああの私は今ちょうど考えてるとこなんですね。 えー、テレビに出てますとですね、まあ、どうしても、ね、生活に密着した発明なんかもされててですね僕は松井さん自身は悪い感じを持ちませんでしたねそれから今度のことを女性に聞きますとですね女性の多くがあれはまだ松井さんが船越さんに未練があるからよと、まあ、いうふうに言う女性が多いですね <laughs> 失礼しました えとまあ、そういうとこから言ってこれはあの男女の関係であり夫婦の関係でありですねいろいろなんですけど一方ではまあ船越さんとしては、まあ、もしくはホリプロとしてはですね、まあ、業務妨害、まあ、著しいでしょうね <laughs> っていうのはあのまあ、えー、誰でもそうですけどもまあまあちゃんとした仕事をやって、まあ、しゃちゃんとした仕事じゃなくてもですよちょっとアウトローみたいな人以外でしたらですねやっぱり夫婦の片方がですね バイアグラを飲んでどうのこうのなんて言われたらですねそれはまあ夫婦間のいわば姫ごとですからねまあ人間には姫事っていうのがあって姫ごと暴露するっていうのはやっぱりちょっとですねやっぱりまずいわけですねえまあそういう点では私もあの業務妨害かなと名誉毀損の方はちょっとなかなか難しいんですけども少なくとも業務妨害であることは間違いないなというふうに思うんですね。 だけど私はですね実はあの、まあ、テレビなんかに出てましてね、まあ、こういった松井さんのことなんかを放送松井さんのことなんかをですね放送することがある、まあ、コメント言ったりすることがあるんですけれども、まあ、確かに従来の井戸端会議で言ってたことですから井戸端がネットになっただけなので、まあ、あの長屋全体に広まるか日本全体に広まるかってことですから ままあああ類似な感じではあるんです、ね、えっ、ー、とそれは長屋全体に広まるのとそれから日本全体に広まるのとは影響力が違うじゃないかって言ってもですね江戸時代なんかは長屋もしくはその周辺が世界全体ですからねだから長屋全体に広まってしまったらもう俺の仕事はできねえなんていう場合もあるわけで、えー、まあネットと長屋と何が違うのかっていうこともこの際ちょっと考えなきゃいけないわけですね。 ネットでで人人のことを罵倒すするるがいるんですね私もそういうことがありました、えー、どっか瀬戸内海の島の方の人がですねこれはあの役人でしたんですけどね、えー、私のことをものすごく批判しましてね私ちょっと誤解してんじゃないかと思って直接その人に電話したことがありました今度その人が私の大学の方に電話して「やめさせろ」と言ったかどうか分かんないんですけどまあかなり激しい口調で、えー、大学の職員に食ってかかったらしいんですけども。 まあこういったことを一応考えるとですね業務妨害ととか名誉毀損ってことになるわけですねですから自由な発言っていうのは制限があって相手の名誉を毀損したり船越さんはあ、まあ、仕事をなさってる、まあ、松井さんも仕事なさってるんです松井さんとも23回一緒にテレビ出ましたけれどもなかなか明るくて活発で <laughs> お金儲けもうまいし松井坊なんていうですね生活に密着した 発明なんかもされててですね僕は松井さん自身は悪い感じを持ちませんでしたね。それから今度のことを女性に聞きますとですね女性の多くがあれはまだ松井さんが船越さんに未練があるからよというふうに言う女性が多いですね。<laughs> 失礼しました。えー、っとまあそういうとこから言ってこれは男女の関係であり夫婦の関係でありですね いろいろなんですけど一方では、まあ、船越さんとしては、まあ、もしくはホリプロとしてはですね、まあ、業務妨害、まあ、著しいでしょうね。と <laughs> いうのはあの、まあえー、誰でもそうですけどまあまあちゃんとした仕事をやって、まあ、しゃちゃんとした仕事じゃなくてもですよちょっとアウトローみたいな人以外でしたらですねやっぱり夫婦の片方がですねバイアグラを飲んでどうのこうのなんて言われたらですね、まあ、それはまあ夫婦間のいわばひめ事ですからね。 まあ人間には姫ご事っていうのがあって姫ごと暴露するっていうのはやっぱりちょっとですねやっぱりまずいわけですねえまあそういう点では私もあの業務妨害かなと名誉毀損の方はちょっとなかなか難しいんですけども少なくとも業務妨害であることは間違いないなというふうに思うんですねだけど私はですね実はあのまあテレビなんかに出てましてねまあこういった松井さんの んことなんかを放送することがあるまあコメント言ったりすることがあるんですけれどもまあ確かに従来の井戸端会議で言ってたことですから井戸端がネットになっただけなのでまああの長屋全体に広まるか日本全体に広まるかってことですからまあまあ類似な感じではあるんですね。えー、っとそれは長屋全体に広まるのと それから日本全体に広まるのとは影響力が違うじゃないかって言ってもですね、江戸時代なんかは長屋もしくはその周辺が世界全体ですからね。だから長屋全体に広まってしまったらもう俺の仕事はできねえなんていう場合もあるわけで、まあネットと長屋と何が違うのかっていうこともこの際ちょっと考えなきゃいけないわけですね。ネットで人のことを罵倒する人がいるんですね。私もそういうことがありました。 えー、どっか瀬戸内海の島の方の人がですねこれはあの役人でしたんですけどね、えー、私のことをものすごく批判しましてね私ちょっと誤解してんじゃないかと思って直接その人に電話したことがありました今度その人が私の大学の方に電話して「辞めさせろ」と言ったかどうか分かんないんですけどまあかなり激しい口調で。